ワルツを踊る男女ワルツ、フッツ、ワルセ、ドク、ワルツァーもしくは演舞曲とは、テンポの良い淡々とした舞曲、およびそれに合わせて踊るダンスを言う。舞曲は三拍子が一般的である。西オーストリア、南ドイツ起源で13世紀頃から、京のチロル州とバイエルン州の農民が踊っていた、ベラーというダンスから成立した。単純なリズムなので並行して、 フランスでも類似した踊りは存在していたと思われるが、全身形態のドイツ部局からモーツァルト、ベートーベン、シューベルトら名だたる大作曲家が手掛けて発展させ、シュトラウスフ氏が爆発的に普及させたことから、ドイツ民族を代表する部局として位置づけられることが多い。音楽用語のアラテデスカも、概ねワルツ風のリズムを指し示す。ベラーは、 ゲルマン文化発の男女が体を接して共に回るダンスであったが、汚らわしいという理由から、ハプスブルク帝国時代、長年にわたって法律的に禁止されていた。しかし監視の目が届かないアルプスの渓谷の奥では、厳しい生活の中、ベラーは農民の数少ない娯楽であった。このベラーが16世紀に入ってからインスブルックなどの、 都市に住む住民にも伝わり、渓谷に住む農民のみではなく、拡張村の住民も踊るようになる。しかし、都市の住民は、当時農民が踊っていたような、激しい動きは好まず優雅さを好んだことから、ベラーをだんだんと上品化していき、バラー、そしてワルツに発展していく。あまりの人気のため、ハプスブルク帝国は、法律の改正を余儀なくされ、当初はチロル州でのみ、 最終的にはオーストリア、そしてハプスブルク帝国全体で解禁される。18世紀にはインスブルックやウィーンのホーフブルク王宮でも踊られるようになり、正式にハプスブルク宮廷文化に取り入れられるようになる。この段階でベラーから別の発展を成し遂げて有名になったのがレントラーである。また今日もチロルの夕べなどで踊られている。 チロリアンダンスでもベラーのステップが歴史の面影として見られる。国際的な場に初めてワルツが登場したのは1814年、会議は踊る、されど進まずで有名なウィーン会議でのことで、これを機にウィンナーワルツとして世界中に広まった。部局としては19世紀前半のヨーゼフランナーやヨハン・シュトラウス一世、さらにそれに続くヨハン・シュトラウス二世ら兄弟の ウィンラ・ワルツが人気を博した。シュトラウス一家のワルツは、オーケストラによる演奏会用の作品としても有名である。またロマン派の作曲家たちによって、どちらかというと部曲ではない純粋の音楽作品としても多数作曲され、特にピアノによるものが有名である。このジャンルで最初のものは、カール・マリア・フォン・ウェーバーの舞踏への勧誘とされている。続いて、 オーケストラ曲であるエクトル・ベルリオーズの幻想公共曲第二楽章舞踏会も有名であるが、これらは舞踏会の様子を表現した表大音楽的作品である。ベルリオーズは回想録においてウィンナワルツの流行をドイツ以外の民衆がリズムの結合、または対象から時折起きる異常な魅力を理解できるとすれば、それはシュトラウスのおかげであろうと記し、 強い関心を寄せている。ドイツ風ワルツを最も積極的に自作に導入した外国人作曲家としては、ヨハン・シュトラウス2世より少し若い世代のチャイコフスキーがおり、彼はロシアのワルツ王と呼ばれることがある。一方、ショパンは出版社が自分の曲よりもワルツの出版を優先したことや、ウィーンで礼遇されたことなどから、ウィンナ・ワルツについて、 ウィーンの聴衆の堕落した趣味の証明へと批判している。もっとも、この批判が書かれた当時は、ヨハン・シュトラウス一世や、ランナーもまだまだ若書きの時代であり、今日も演奏されるような彼らの代表作が書かれるのは、後年である。演奏会用の作品としては、有名な、ショパンの一連の作品に続き、リストや、ブラームスらのピアノ曲が書かれた。その後、スペイン経由で、 中南米にもバルスの名で導入された。現代では三拍子の楽曲なども含む場合があるに、ついてワルツ曲や歌謡曲ならば、ワルツ歌謡と称したり、ワルツの名前をつけることもある。ありがとうございます。